将棋将棋の先法振り飛車相振り飛車相振り飛車は将棋の先法を線形の一つで二人の対局者が共に振り飛車にするもの。両対局者が振り飛車等の場合に発生しやすいが相飛車のような展開になりやすいことから拒否者等が振り飛車等を相手に採用することもある。一方で振り飛車等の中でもこの戦形を避けて相手が振り飛車にした際に自分は一飛車を指す騎士も多い。 両対局者が互いに振り飛車にしないと発生しない線形なので、定席化が遅れており、未知の要素が大きいとも言える。2000年以降のアイブリ飛車の特徴として、一つには七六歩三四歩六六歩で三三角という出出しが増えてきていく。四手目三三角では、以前は三二飛が主流であった。この三三角は向かい飛車にする狙いで、騎士の中には、 取り入れる者も,もいたという程度であったが、その後3日と人,人気を2分するほどになるほど、後手のオープニングに変化が起こり始める。他には、騎士が指す、相振り飛車における、先手の一番人気は向かい飛車であるが、次には島飛車であった。これは流行している現代将棋の一つに、角交換の将棋がある。一手損角代わりなど、角交換型の将棋が見直され、さらに、 横歩取り八五飛戦法など、角交換から、戦いが始まる戦法が大流行し、この影響から相振り飛車で、先手が六六歩と角道を止めるのを見て、後手が飛車を振る戦術が用いられていく。こうすると、先手だけ角道が止まっており、先手はどこかで六五歩と突きたいが、この歩を突くと相手からの角交換になりやすい。さらに角交換したとき、 津のうちの隙がない形にしたいとし、中飛車や三間飛車に比べてその隙が少ないのが、向かい飛車と島飛車ということとなる。津のうちに、最も強いのが向かい飛車、ついで島飛車となり、藤井武氏によると三間飛車が一番津のうちに注意しなければいけない振り場所という。こうした事情があるため、相振り飛車の人気は1990年代には、向かい飛車と島飛車に集中するが、 どうせ飛車を振るなら相手玉に近いほど有利という考えもあり、一番人気が向かい飛車、次が島飛車となっている。また向かい飛車であれば、先手の囲いの制限が可能な点もあり、例えば後手ならば、次に二日からに四歩からに五歩とスムーズに飛車先を伸ばすことが可能である。したがって、先手の囲いを矢倉に限定できることになる。一歩交換に乗じて、 矢倉に組み上げるのと、自らこれを構築するのでは、手間がまるで違ってくる。そして相手の囲いが先にわかるということは、攻撃型を構築しやすいということでもある。このような理由から、四手目三三角の場合は、先手矢倉対五手見の囲い、または、相やグラの対抗型になることが多くなる。一方、相振り飛車の三剣飛車は2010年代から角道を、 止めずかつ機動力を生かした攻め筋が発見され始め、お互いが角道を止めない三権飛車にする将棋も多くなっていった。愛三権飛車になれば、先手から見て四六歩や三八銀で身の囲いを目指す二八銀の金無双、七六飛と浮き飛車にする2010年代後半から現れた三八玉などが刺されている。そして四六歩と突く形に対しては、二千十八年度の マスダ構造賞の候補に上がった、安倍健次郎公安の安倍健流と呼ばれる構想がある。先手の4六歩は4七金型にして3筋の交換を防ぎ、身の囲いを目指す狙いがあるが、そこで後手から8八角なり同銀に二銀と、いきなり角交換するのが安倍健流の構想である。ここから、例えば先手が7七銀とすると6五角で、後手優勢になるので、 四六歩とついた先手はしばらく玉形を整備することになるが、その間に、後手は勤務層にして三3、二二飛と攻撃陣を急ぐのが狙いの構想である。形勢判断としてはこれからの将棋であるが、あと、哲いながら主導権が握りやすいのが魅力である。愛三剣美者で、先手三八玉、後手七八玉とする組み方も試されているが、このメリットは、 金武装や美野、矢倉そして穴熊などの含みを残していることである。以下三六歩同歩同飛三七歩三四飛に、七四歩と決戦に進んだ将棋がしばしば指されている。類似の局面として、平成27年2月の順位戦、C 二組、角倉慶太 VS、宮本博士戦があるが、先手が七六飛と浮いてから七四歩と交換した、関係で戦後が入れ替わる。ここで、 後手が三六歩。以下三六同歩に、八八角なり同銀五五角七七角一、九角なり一一角なり二九馬二一馬一九馬三八銀二五桂ツ二九桂三四飛と進めた。以下三五甲には一四飛から二二甲などがある。この後手が進めた三六歩から角交換しての五五角は、愛三顕微者では現れやすい、決戦策である。このに、 平成28年1月の朝日杯商業オープン戦、藤井岳史 VS 小編誠戦で、後手の都編が3筋の不交換から3、4飛と、浮き飛,飛車に構えると、先手の藤岩に2角なりから4、8金として、5、6角の筋を見せて、相手の右銀を使いづらくすると共に7、4歩から5、5角を見据える指し方を見せた。七六歩、三四歩に六八比とする、先手角道オープン車に対して、 五手が三五歩や二四歩として相振ぶり飛車に誘導する、刺し方も二千年以降指されている。二四歩は角交換になっても損がない手であり、早くの二八銀などならば、場合によっては、五手は一飛車、銀冠にする含みもある。三五歩ならば先手はここで二二角成同銀八、八銀とし、お互いが向かい飛車に振り直して戦う刺し方が多く見られたが、 平成27年8月の朝日坂月オープン戦、室岡勝彦 VS、藤井武史戦のように威力にしておいた相手からの速攻を牽制しつつ攻撃体制を進める指し方に誘導すると先手の得が見出しにくくなった。3五歩に対する先手の他の指し方として3八金もある。以下3二飛とするならば、そこで角交換から6五角を狙う手があるので、 五手は四四歩と角道を止めて三剣飛車にすることになるが、先手も型を早くに決めてしまう嫌いもある。七六歩三四歩に六八飛もしくは七五歩に一四歩もよく刺されている。これはアイブリ飛車と一飛車を含みにする手で、アイブリ飛車はそのような駆け引きの末に現れることも多い。アイブリ飛車では中飛車は少し分が悪いとされていた。これは、 相手の攻撃陣形が島から向かい飛車であると、自陣が玉頭に来るのに対し、中飛車であると自分の攻撃陣形が相手の玉から遠いため、勝ちづらいとされてきたからである。ところが飛車の構えで駒組みを進め、相手が島飛車や向かい飛車に対して飛車を小筋に移動させる、英春流や中飛車左穴熊をはじめ、玉を左に囲う中飛車の戦い方の発見から、 中飛車でのアイブリー飛車も見直されてきた。左玉中飛車の相手は穏やかに、ミノや穴熊に囲う指し方もあるが、左辺の囲いを十分に組ませないようにする駆け引きも様々に行われている。平成31年4月の王将戦一時予選、今泉健次 VS 谷川工事戦では、先手今泉が7九金からエルモが来い、 後手谷川も見間飛車三四飛型から七四歩から七三銀、さらに玉を四二に移動させて飛車を地下鉄飛車から八筋に展開する含みを見せている。平成25年1月の朝日坂月オープン戦、菅井達也 VS 丸山忠久戦では、あと手向い飛車から二四歩から二五歩に対し、先手は二八飛に振り直し、拒飛車穴熊に組んで解消する。 2010年代後半からはこの形をめぐって、早くに駆け引きが行われることも増えている。例えば、すぐに飛車を振らずに、左銀を四三等に進めて、様子を見て、先手の出方によって飛車を振るか、拒否飛車にするかを選ぶ作戦とするなどである。平成31年2月の順位戦、B2、北浜健介 VS、田村光介戦では、 先手は3八銀4六歩で一飛車でも振り飛車でも対応しやすい形を目指し、後手は6二銀で一飛車を明示したかと思えば7四歩から7三銀二二飛でアイブリー飛車に転じている。先手はそれを見てから玉を左ではなく4八から見のに収めている。振り飛車には中飛車、島飛車、美馬飛車、向かい飛車の4つがあるため、 アイブリビシャの戦形は飛車を振る筋の組み合わせによって多様なものとなる。アイブリビシャにおいて、中飛車については、先手後手両者とも中央に飛車を振って、中飛車にする、愛中飛車というのがあり、他のアイブリ飛車戦形と比較すると、お互いが中央での勢力キックをつまり、イーブンという特殊な戦形であり、非常に独特の戦術とみなされる。 これはアイブリビシャではできるだけたまに近く迫っている。向かいビシャやミマびシャに構えた方が有利であると、みなされているためで、またお互いの飛車が中央で向かい合うので、中央からの仕掛けが成立することはないなど攻め口が少なく、千日手になりやすいこともあって、プロ棋戦では、相中飛車の実戦例は、非常に少なく、アマチュア将棋独特のものである。もともとい。 飛車対振り飛車の対抗型においてい飛車側が中央に飛車を移動させて振り飛車側の中央からの攻めに対処したり反撃したりする差し方は以前からあった。そしてアマチュア棋戦では中飛車と同士であるとしばしば戦型は必然的に相中飛車という戦型になることもある。またインターネット対局などで一方が対中飛車に自信がない場合にその場しのぎで 愛中飛車にする場合なども見られる。プロ棋戦では非常に稀なため、杉本正隆、これが決定版。愛中飛車徹底ガイドにあるコラムによると、同庁を観光するにあたって自身が主催する教室の生徒に対局をしてもらってデータや実績を集めている。これによれば、愛中飛車戦では、囲いは愛美のが圧倒的に多いとしている。杉本は、 プロ同士ならば持ち時間もあって、バランスを重視することから、勤務層が多くなると見ている。同書では、第1章第3章は、相見野の戦い、第4章では、他の囲い方を扱っている。相手が囲いを後回しにして、端符を先に伸ばし、どのような囲いをするかわからない場合は、端符よりも飛車先つまり相手玉頭の付付きを優先して、刺すのが無難である。 杉本の著書では、基本的に端符は月越しにしている。また、基本図までの指し手順は、先手初手を5、6歩、後手の2手目を3、4歩としており、以下5、8、5、4歩、2、5手目に7、6歩、6手目に5、2、2としている。そして図で紹介した線形を提示している。1から2図が主に先手が、後手に角交換をさせる、相見の7、7角型で、相中飛車基本図から、 互いに、美野に囲い合い、端歩を詰め合って、七七角とする。基本図から三三角など、後手が先日として、真似将棋を取り上げている。これは、愛中飛車の戦後同型は一手早くさせる先手側が、理屈の上で有利という感覚があるが、後手に実際に刺されてみると意外に厄介であるためで、愛中飛車のお互いが角道を開けている状態では、 先手側から六八銀と左銀を活用させるには七七角とするか、先手から交換するかであるが、七七同角なり同形でやはり六八銀には八八角がある。仮に、先手は飛車を三軒か向かい飛車などに振り直すと、左銀が前線に加われない大駒だけの攻めとなっており、また後手から後期に中央から動かれることを念頭にしていって一手を、 慎重に刺せば、対する後手は、相手と同じ手を時間をかけずに追随するだけである。これは持ち時間が短い将棋であれば持ち時間に差が、開き、焦る先手の疑問詞を咎める大武蔵戦略として、知られる。ただし続けた場合であってもこの戦型では46、銀264銀では45銀があるので44、銀となって、途中で真似が続かなくて、 先手が六六角七七形の後継を得ることができるとしている。また七七角型では基本図から後手に3つのパターンを紹介している。一つは七七角なり四二銀の場合。これには先手は八八比が後手としている。他には基本図から七七角なり三三形の場合で先手は六六角の先着を念頭にする。六六角の位置は 後手の93の地点、敵陣の橋を睨む位置であり、橋攻めを念頭にしている夫人。さらに、基本図から77角なり4四角と、後手が後所の角を先着する場合については、先手は4六歩4五歩から角を追って4、六角を実現させるのを念頭にして、進めることになる。1から3図が主に先手から、角交換する、角交換6八銀型で、相 中飛車基本図から互いに、美野に囲い合い、端歩を詰め合って2に角なり6 8銀とする。自ら角交換することで、手損になるが、左銀の差で、先手は、作戦勝ちを目指す指し方であり、先手は4 6銀と活用できるが一歩で、後手は6 4銀とはできずに4 4銀になること、つまり、交渉の4四角が打てないことを作戦行使としている。 杉本はこれについても後手の作戦パターンを3つ提示している。一つは基本図から6六角とする作戦で、互いに左の銀桂ツを活用して6六角の後位置に先着するのであるが、後手から先行する手段と先手のカウンターを紹介している。他には基本図から4六銀を後手が阻止作戦で図から4四角と先着して、 左銀を7七銀と上がらせようとしてくる手段。さらに、基本図から、先手の角なりに、後手に二同銀ではなく二二同飛として飛車を転換する指し方などを提示している。1から4図は相、相中飛車基本図から、互いに、美野に囲い合い端符を詰め合う他に七五歩三五歩と、お互いの三間筋を伸ばし、先手が七八飛とした戦術で相、愛、 中飛車から三軒飛車に互いに三軒に振り直す手段を紹介している。この線形では中央の戦いは少ないため、飛車は気を見て振り直すのが前提となりまた橋攻めには特に注意を配る必要もあり、このあたりは他の総振り飛車線と変わらないが、通常の愛三権と違い、互いに五筋の歩をついているので、不交感から五四の横歩を取る筋が決め手になったり、 逆に5四飛と横歩をすぐ取ると7六角からの反撃があるなどカウンターを食らったりすることがあるとしていることからの戦術で5四の歩を取る狙いは5五角の筋が可能となることである。これには5パターンの変化を紹介しており変数から中飛車からお互い愛三権にした婦人から3二飛7四歩同歩で 以下同比から五四比の狙いがあり、互いに五筋をついている身の囲いであるのが、通常の愛三間と違うために生じる手段であるが、すぐには七六角の筋での反撃が生じている。このため、変数から三二比後八金左後に、金左としてから七四歩とすると、今後は七六角の筋がない。また、変数から八五歩、二五歩型三間にする手段もあり、 これは互いに8筋2筋の歩を伸ばし、7筋3筋の負も伸ばしてから、i3 剣にした場合で、74比から24比の展開を見込んでいる。この中飛車 ?i3 剣は、基本的に先手ペースになりやすいため、i3 剣ではなく、後手中飛車不動型、先手のみ3剣から、後手が i3 剣にせず55歩と仕掛ける指し方、他に互いに橋の突きし、 先手の9筋突き越しに対して、後手は一筋をつかず先に三軒に振って先行する、つまり合三3軒ではなく、後手のみ三軒にする指し方などを紹介している。一から五図の向かい飛車転換型は、金武装や穴熊など、合いの以外の囲いの対抗で、これは、プロ騎士なら仮に、合中飛車を刺すなら五筋、先手なら5七の,の地点が守られているので、木を別筋に展開しやすいことから、 金無双を選択するということからである。基本図は愛が眠そうで、愛好飛車に振り直すスタイルとなるが、図の夫人では、金無双の玉刀をつく三六歩として、相手からの銀交換を阻止しておく必要がある。他に紹介している夫人は、五六飛型は三三角二二飛の作戦に対し、四六銀から五個歩道不動銀五六飛で、作戦勝ちの狙いがある。この他、金無双 vs 美の、 ミノ VS アナグマ作戦が実現できる。また、金無双 VS アナグマで、金無双は57に金の利きがあるので、46銀型にせずとも、図5から 1A のように低い陣形からのスズメ差しが可能となるとしている。中飛車での総振り飛車、例えば中飛車 VS3 県での中飛車左アナグマという作戦があるように、相中飛車でも左玉に構える手段もある。 後手がこの作戦を行ってきた場合杉本は4二玉を見たらすぐに角交換するのを進めているが、これは後手の穴熊や左見のを阻止する意味と、左銀の進出を素早く行うのと、駒の偏りをついての9六角の狙いがある。左玉では右銀が上がるため、後手なら7四歩としてから6二銀とするのが、特有の手筋になる。 単に6二銀は8に角を食らうためで、7四歩6二銀としていれば、8に角には7三角がある。一方で角道を開けない指し方もある。角道が開いていない方が、序盤から左銀を、先手番なら6八から5七、あと手伝いであると4二から5三と活用できる、メリットがあるためで、 相手がこうした差し方をしてきたの場合は1から6図の4 2 6六角から 77K の後継を組むのが一つの例としてある。また先手が角道を開けずに1から7図のように素早く左銀を46まで持っていき44銀を決めさせておいてから76歩から6、六角 77K を築く手段もある。角道を開けない刺し方では他に角を端角で活用し中央に効かせる見せやり銀という 戦術もある。1から8図のような後手不尽であると先手が5五歩から、仕掛け、以下後手同歩に同銀5四歩には5三、角なりから5四銀から5三銀だ6三、銀なりがあり、このように進むと、後手が受け切るのは容易ではない。なお、愛中飛車の変則的な序盤として、7手目角交換、5五歩6五角と7手目角交換6五角、以下7二銀に5五歩などの、 筋違い角がある。どちらも正確にさせば、無理筋であるが、された方は、知識として知っておく必要がある。駒組みとして、後手二手目に34歩と角道を開けていると、先手がこれを狙ってくる場合もあるが、もし初手後6歩に2手目に54歩で角道深いで、あれば、以下後8飛後2飛76歩で6二玉として、置くと、前述の策を食らうとはない。 以下午後ほど不動格には4二銀で5三歩を警戒しておく必要がある。6五角もしくは4五角という狙いは、相、中飛車また相美の特有の手筋で、美濃の玉頭を向かい飛車防銀に攻めるときに6、五角なら8三の地点に効き、決め手になりやすい。逆に6五角もしくは4五角で、相手の向かい飛車の飛車先に、 危機が向かうので、7、8、金や3、2、金を活用する必要がある。1から11図のような身の囲いで橋を受けるのは、総振り飛車ではほとんど得がないので、まずやってこないとされるが、やられた場合に咎め方を知らないと相手の主張を通してしまう。9、6歩に9、4歩の形の咎め方について、杉本はこれには6、6歩と角道を止めてから7、7角から9、5歩、9、8比で咎める方法を、 解説している。この他に7七角同角なり同形から8、8銀9七銀8六銀9五歩といった、端棒銀が知られている。この順は、後手番からの1六歩1四歩の攻略でも可能である。囲いは、金無双美の囲い、矢倉囲い、穴熊囲い等を用いることが多い。図のように飛車の出だしから、相手が中飛車や島飛車の場合に飛車を振ってあい、 ブリビシャに陽動する指し方もある。もちろん三権飛車や向かい飛車であっても構わない。相ブリビシャの局面では、図1から1から図1から3のように自陣から相手、攻撃陣に働きかける策を取ることがある。図1から1は、守りの銀を繰り出し、相手の攻め駒の銀と変えていく指し方で、次にに六銀同銀同歩からに七玉三五、銀に八玉といった策を狙っている。また、 1> 図1から2から図1から3のように、局面によっては自陣を盛り上げて、相手の攻撃体制を緩和するといった指し方もある。この盛り上がり方と雲隠れ玉を応用したのが、図1から4から図1から6の例で、図1から4の角道を開けない、防銀作から37系に7玉の鎮型を経て、図1から5のように飛車を振り、図1から6に構える指し方もある。 後手も7四歩同歩同銀から盛り上がれば6、8銀7五歩6六歩で次に6七銀から7六歩でくらいを目標に戦うなどの展開になる。先手の陣の二五歩からに六銀マイナス3七桂は上部に厚く、後手陣の島飛車であると攻めの手がかりが作りにくくなっている。また、先手陣は飛車を振ってから局面をリードするには、随一から5以降は7五歩を早く突くことで、 上部に厚いグラに組まれるのを防ぐ必要がある。ありがとうございます。